こんにちは、ひろちゃんです。福縁の宿ひろちゃんです。今日は8月の15日ですね。はい、木曜日ですね。はい。こんなでっかいのが、ひろちゃんの顔の2倍ぐらいあるようなキュウリが取れました。では、大きなキュウリ見つけたので、こっから、こうやってカットしていきます。パチン。はい、このぐらいでっかいの取れましたね。いう感じ。こういう感じね。で、チョキ。なかなか。ここだね。パチン。はい、切れたよ。取れたよ。はい、ここに巨大なキュウリがわんさかなってます。こっちも。はい、この下もすごいですね。こっちにも、こっちにもこんな大きなキュウリが。はい。大きなキュウリ見つけた。これね、こうやって、よいしょ、大きいです。ほら、このでっかいのは、どん。あとはこれだね。これ。見えますか？あ、見えないか。よいしょ。えっと、はい、取れました。この奥のも取ります。あ、落ちちゃった。はい、取りました。ほら、でかいでかい。はい、赤いトウモロコシなんですけれども、ヒゲがこれだけ赤くなってきて、なんかこれは食べられるのかな、どうなんだろう。で、まあ2つ目3つ目もできてるんですけど、こっちはまだヒゲがね、そんなになんていうの、赤くなってないんですよね。だからこれは売れてる証拠なのかな、かなだって取るのかわかんないけど、まあこの辺から早いかな、どうなんですかね。これ早いですか、皆さん、視聴者の皆さんっていうか、これ早い、やめといた方がいい、どうですか、どう、売れ頃がよくわからないな。やめとくか、今日はつるむらさきです。こういう葉っぱ、茎とか葉っぱとか、どん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 伸びてきます。いいんじゃないでしょうか、こういう感じ。はい、あっという間にこれぐらい取れました。つるむらさきです。キュウリはなんと見えます？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。今日は20本の収穫ありがとうございます。はい、8月15日、今日の収穫、まず雑草のスベリヒユ、これスベリヒユです。こういうの生えてませんか、落ち、これ、ね、食べれるそうなんですよ。ですごく栄養素も高くて、だいたいお浸しでいただくそうなんですけど、スベリヒユね、今日こんだけ取れました。で、キュウリが20本、トマト1個、それからこれがつるむらさき、それからニラですね。あ、昨日も取ったのがたくさんあるので、これから料理しようかなと思っています。はい、こちらがですね、ブラックベリーっていうのかな、ベリーの木がね1本割ってまして、最初は赤いんですけど、こんな風に
こんな風に赤いんですけど、だんだん熟してくるとこういう色に変わってきますね。はい、これ今日はいくつもできているので収穫したいと思います。ね、結構大きく育ってましてねはいはい、こんな感じです、ね、こういう感じでこれをこうやって一生懸命鳥のように。でこれはひろちゃんは冷凍、洗って冷凍しといて後でジャムにしようかなと思っています。こんな感じでたった1分ぐらいですけど、今日はこれだけ。はい、ブラックベリーが取れました。ありがとうございました。こんにちは、ひろちゃんです。今日はですね、ひろちゃん農園で取れた収穫物を使ってちゃちゃちゃっとお料理を作っていきたいと思います。まあ、どれも簡単なのでみんなやってみてください。それではまずですね、きゅうりを洗います。こんなでっかいきゅうり、もうね、ジャイアントきゅうりですよ。いやいやいや、小さいきゅうりはそのまま食べれるとして、大きいきゅうり中心にこうやって洗っていきます。剥いていきます。ちょっと皮硬いんでね、まあ、全部は剥かなくてもいいと思いますけど、こんな感じですね、しましまにしていきます。こういうのをきゅうりはね、まあ、切ったら、まあ、ヘタをこのぐらい落としますね。ヘタを落として、ヘタを、塩、お塩をね、振りかけておくといいんです。でその次にね、味が染みやすくなります。で今はこういうあの千切り、まあ、手でやってもいいんですけど、ピーラー簡単なので、こうやって千切りにしちゃいます。そう、出てくとこう真ん中に種があるので、まあ種はやらずに、おう、この中は中で、まあ、あのそうめんみたいな、そばみたいなのをイメージして、切りますね。だからこう長いまんまで、でこれをこうそば代わりにあの冷たい、だしで食べるのも美味しいと思いますよ。大きなきゅうり4本でこのぐらいボール1つ、きゅうりちゃんができました。でお塩を、そうですね、大さじ3、2分の1ぐらいパラッと入れて、これをわっさわっさと、わっさわっさと、わっさわっさと、ね、そう10分ぐらい置いとくと、あの水が出てきますからね。お水が出てきますね。はい。これはあのそうめん代わり、そば代わりにして、うん、あとこのままサラダとしてこうドサッと盛っちゃってもいいと思いますけど、いかがでしょうかね。まあうちはこういう皮は皮で、あの畑というか土に戻します。はい、生ごみとしては捨てません、捨てません。大きくなっちゃったきゅうり半分に切ってと、はい、また半分に切って、はい、そう、なんかこんな感じですね。こう種が大きくできてます。そしたら種を取り出します。スプーンで取り出します。
ますか、3本やりますか。なんたって20本あるからね、まあ使い勝手ありますね。よいしょ、はい、ちょ、はい、種を取り出します。まあ種もね一緒に食べちゃってもいいんですけどね、あのお好きにお好きにやってください。どちらでも構いません。まあ残ったって何したっていいですよ。今度は斜め切り、じゃこれを斜めに切っていきます。そうですね、ちょっとこうまあ厚めに、このぐらい厚めに、だいたい5ミリはありますね。はい、5ミリ、5ミリ、はい、5ミリ。でボウルにじゃあ入れて、またこれも塩を振ります。はい、何でも塩だ。余計な水分をある程度取りますね。ちょっと傘も小さくなるし、よいしょ、冷凍もしやすくなるし、大さじ3分の1ぐらいね、軽く軽くお塩と一緒にこうまぶします。まぶします。で10分ぐらいすると水が出てきます。はい、しばし待ちましょう、しばし待ちましょう、しばし待ちましょう。はい、次はね、きゅうり冷凍しちゃいたいと思います。冷凍です、冷凍の場合は3ミリぐらい、これでかいから、また種を取ります。まあ、あんまりね冷凍した場合ね、1ミリとか2ミリではちょっとね、物足りないというか、解凍した時にちょうどいいのがね3ミリだそうです。3ミリで種を取って、真ん中からズバズバズバ、冷凍できるんですよきゅうりも。なんかそのまま1本のまま冷凍する人もいるみたいなんだけど、そんなにね冷凍室が空いてないじゃないですか。3ミリを目指して、ね、このぐらいのね、薄さですね。お、めんどくさくなっちゃうと思う、ひろちゃんは2つぐらいいっぺんに切っちゃうかな。お塩大さじ1/2、お塩を振って全体に揉み込むっていうか絡める、お塩が全体に行き渡るようにしたいと思います。はい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 、はい、はい、これも10分ぐらい置いておきます。そうしますと、先ほど細切りにしたピーラーで細切りにしたきゅうりがこのぐらい、見てこんだけ水が出ますね。でこれを捨てますね、お水を、きゅうりが落ちないように気をつけて気をつけて、よいしょ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 、気をつけて、はい。でまたこれを手で軽く絞ります。ぎゅーっと、ほら水がいっぱい出るでしょね。まあこれもそうめんだと思ってください、そうめん
お蕎麦。よいしょ。こうやって。冷たい出汁で食べるもよし。山形の出汁を作ってもよし。何でもよし。今日は本当簡単にね、やっちゃいますけどね。もう一人しかいなく、これも結構ダイエットになるんじゃないですかね。ぎゅーっと、ぎゅーっと。まあそんなにぎゅーはしなくてもいいか。一番簡単な食べ方。こういう感じ。はい、はい、出てきました。ぎゅーぎゅー、はい、そうすると、はい、きゅうりを持って、そうですね、ちょっと彩りでですね、人参をやはりこう千切りにしたのがあるので、これは冷凍しといたやつですね。これを軽く炒めたいと思います。はい、じゃあ今から人参を炒めていきます。輪切りのズッキーニ、輪切りのズッキーニを入れて炒めます。炒めます。あ、火ついてなかった。で、隠し味としてニンニク、ガーリックオイルね、こんな風になってるんですよ。ニンニクをみじん切りに して、菜種油、米油に入れとくと、冷蔵庫でこうやってずっと保管しとくと、どんどん溶けてね、さっきみたいにペースト状になります。これも隠し味として入れます。あとできればわさびじゃない、生姜があるんであれば生姜のすりおろしも入れるとなお美味しくなると思います。でこうやって軽く炒めていきます。で味付けはシンプルに、まあ塩ですね、塩をそうですね、小さじ1杯ぐらい、1杯じゃちょっと多いかな、2分の1ぐらい入れて炒めていきます、ね、にあと、まあ、ニラなんかも炒めちゃったりして、はい、パラパラ、ニラ 2,3 本、ズッキーニは生で食べれちゃうし、まあ、人参だってね、生で食べれちゃうぐらいですからね。まあ、ここに玉ねぎ入れてもいいし、ピーマン入れてもいいし、いろいろ入れてみてください。はい、では先ほど炒めた、人参の、冷凍した人参、それからズッキーニ、ニラ、これをこの先ほどね、きゅうりピーラーで細切りした上に、はい、乗せていきます。乗せ、ダイナミックに全部乗せちゃおう。で、この油も一緒に乗せちゃいますね。はい、ここにですね、かつお節乗せちゃいます。かつお節をパラ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 。そして味付けはね、まあ醤油でいいです。醤油をたらっと、たまり醤油がある人はたまり醤油で、はい、完成です。はい、完成しました。ジャイアントキュウリのですね、そうめん風サラダキュウリなんだこれいろんな季節のお野菜こうやって上に入れて、食べる時にはこれをかき混ぜて食べてみてください。まず1つ目、はい、先ほど、10分経ちましたね。厚さ5ミリ、結構太い。このきゅうりですね。きゅうりちゃんは、味噌漬けにしたいと思います。お味噌です、お味噌。またもや、こういうジップロックに
入れてですね、これは塩もみしてありますね、軽くね。で10分ぐらい経つと水分が出ます。あ、ジップロック反対だった、もう一回やり直し。でキュウリをわさわさ入れてきます。わさわさ入れてきます。はい、これぐらいかな。はい、でここにお味噌を入れます。これはひろちゃんが毎年お友達のところで作っているお味噌になります。自家製のお味噌ですね。大さじ1杯ぐらいあればいいかな。入れます。入れたらもみもみしてください。もみ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 ね、きゅうりのもみもみこうやって味噌と、よし、昨日作ったのが、はい、こちらになります。そうね、やっぱ水分出るんですよ。こう水分をちょっとこう切ってね、1日ぐらい経つと水分が出てくるので、ちょっと水っぽくなっちゃうので、これは味噌漬けね。結構出ますよ。よいしょ。はい、これも美味しくいただけます。1週間ぐらいかな。はい、はい、でこれがね、きゅうりの味噌漬け、まあ、2つ目出来上がり。麹漬けの素というのが、まあ、売ってると思うんですよね、スーパー。とても大好きで、これ700円ぐらいかな。はい、渡辺醸造店さん、麹屋さんですね。野菜、肉、お魚などにも最適ね、これをつけとけばいいんですよ。大さじ半分ぐらいかな。こういう感じですね。こう細かいんですよ。あの粒々が残ってなくって、ちょっとこう綺麗なペースト状になってますね。はい、大さじ1杯ぐらいかな。このくらいのきゅうり、これ多いかもしれませんね。多い時には半分に減らして、で、まあ、手でこうやって揉むんですね。まあ、これは厚さ5ミリ程度ですから結構大きいですよ。これもね、美味しくいただけます。麹漬けの素でね。はい、ジップロックに入れます。これも冷蔵庫で保管してください。1品、2品、3品出来上がり、ね、3品出来上がり。溶いた3ミリぐらいのきゅうりちゃんね、これは冷凍したいと思います。やっぱ冷凍はね、ジップロックがいいですね。ジップロックにガサゴサ入れます。あ、ちょっと、まあそんなに牛は絞らなくてもいいと思うんですけどね。よいしょ、よいしょ、これぐらいにしときますか。で、できるだけ空気を抜く、端っこからこう止めていって、で箸を1本かませておきます。で、できるだけ平らにで空気を抜いていく感じですね。いいですか、こんな感じを。こう割り箸でも箸一本こう置いといて、空気を抜きながら、はい、詰めていくような感じですね。よいしょ、で見えるかこれで見えるかな。こういう感じで空気を抜いていきます。一番で全部抜き終わったらね、箸を一つ取って、最後に、はい、蓋をして、はい、出来上がり。でできるだけこう平らにしてね、最初は冷凍してください。
これで結構あの1ヶ月ぐらい持ちます。冷凍してください。で冷凍したのがこんなような状態になりますね。平らでこう冷凍しとけば後でこうやって冷凍室の中にですね立てて保管ができますね。はい、じゃこれも先ほどこのようにしたのもこれから冷凍したいと思います。平らにしてね。はい、それでは次のお料理でございますね。この大きくなっちゃったきゅうりをまた地道にですね切って切りまくり、種を取りまくり、はい、これをこの巨大なきゅうりをズッキーニのように食べちゃおうかなと思っています、ね。ラタトゥーユを作りたいと思います。もう季節のお野菜全部入れちゃってですね、トマトソースで煮込むというやり方でございます。大きめにこのランダムにこんな感じでこれぐらい切っときます。次、ナスね、ナスはい、ナス、はい、洗います。トゲがあるので気をつけてね。そしたらちょんと先を切って、ヘタは手で取ってください。硬いとこだけちょっと切って、なるべく食べるこれ先端切りすぎかもしれませんけどね、本当に上の部分まで、これぐらいでね、あとこうやって皮を剥いてください。でナスもね、すぐにね水からやっちゃうとね、バババッとね色が変わっちゃうんだよな。そうだな、ちょっと切る前にピーマンいっちゃいましょう。ピーマン、はい、ピーマンも洗います。でピーマンね、こうやって手でガサッとこうガサッと親指を突っ込んで、こうやって突っ込んで、まあ、ある程度種取って、種も残ってて構いません。はい、こうやって親指でズブッと潰して、軽く中を洗って、もうこんな感じ、大きくくたっとどうせなっちゃうのでね。次ですね、トマトも食べちゃうよ。トマトはね冷凍半分ぐらいしとこうかな。トマトもこうやってきれいに洗って、トマトもこうやってきれいに洗ってですね、もうラタトゥーユにワンサカ入れちゃいます。
板だけ綺麗にね洗ってください。まあ無農薬だから何もついてないので、このまま、まあ生でももちろん食べれるしね。いや今日、いっぱい取れたな。またほら9月ぐらいまで取れるかな。はい、はい、トマトちゃんもできました。じゃん、もうラタトゥイユ一番簡単かな。はい、次人参ちゃん、人参間引いた人参ちゃん、これもよくきれいに洗って、こんなちっちゃい人参ちゃんですけどね、もうもちろん食べますよ。でこう人参は ここのところがねすごく栄養があるそうなんで、まあ包丁のこの角でこうこそぎ落ちるように、こそげ落とすように、ここザクッと切らない、このね、あの爪楊枝でもいいらしいんですよね。この泥だけちょっと汚れてるここだけこうちょっときれいにして、これも切り落とさないで食べますね。もう乱切りです。こんな根っこも食べちゃいます。はい、それから人参の葉っぱさん、これも天ぷらでもいいし、まあ柔らかいところはですね、もうこのまま、こういうところはあのあれですね、ジェノベーゼになっちゃうんですね、のソースになりますけどね、ぎゅーっと、まあ柔らかいところだけ入れたいと思いますけどね。まあこの人参の葉っぱさんってこう綺麗じゃないですか。こう見た感じだからちょっと飾りにも取っといた方がいいかもしれない、ちょびっとね。なんかこういうのがこう上にポンとあるだけで綺麗なんですよね。これも細かく切って、これは細かく切って入れようかな。いい音。小松菜も取れましたね。あんまりでもね、油の中は上手に育たなくて、虫に食べられちゃいました結構ね。まあ、虫に食べられなかった貴重な小松菜。まあ根っこのとこは取ろうかな。そして縦十字に切れ目を入れて、猫のね根元の部分ですね、土が残ってる可能性が非常に高いので、またよく洗います。はい、かわいい。入れちゃいますね。半分に切ってこんな感じでいいんじゃないでしょうか。ザバザバ小さいナスは、まあ、このくらいの大きさにもう乱切りしてください。まあ切った先から変色していくので、急げ。ほいほいほ
はいはい。はいはい。はいはい。よし。はい、切りました。はい、ではラタトゥーユを作ります。先ほどのこのニンニク、ガーリックオイルをですね、大さじ1杯ぐらい入れました。まあ、ナスはいっぱい油使うんで、結構使うかもしれませんね。ナス切ったばかりでもうすぐ変色始まります。はい、ナス入れました。火をつけてないという。火をつけてなかった。はい、ナスを炒めていきます。もうダイナミックにですね、先ほど切りました、トマトちゃん、人参ちゃん、ピーマンちゃん、ダダダダダとピーマンちゃんね、入れていきます。ね、野菜から水分が出ますのでね、水は入れなくて結構です。はい、大きく切ったこのきゅうりも入れちゃうよ、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 入れちゃうよ。あ、いっぱいになりましたというぐらいきゅうりを入れちゃうよ。はい、蓋ができないな。お塩大さじ1つぐらい、じゃーっと入れちゃおうかな。蓋をします。えいっ、蓋が閉まんない。換気扇をスイッチオン。はい、これでまあ5分ぐらい様子見ながらまずは煮たいと思います。5分経ちました。どんな感じかな、水分は結構上がってきましたね。うん、ちょっとずつかさが小さくなってきました。はい、また5分中火で煮たいと思います。はい、10分経ちました。そしたらでございますね、水分どれぐらい上がってきたと思います。あ、この鍋の半分ぐらい、はい、上がってきたようでございます。そしたらひろちゃんはですね、この栄養スープ、この出汁ですね、栄養出汁、栄養スープ、ペプチド、これを、大さじ1杯入れます。こちらの天然素材 100% は本物の自然、そして美味しいということですね。栄養がいっぱい含まれています。片口イワシ、カツオ節、昆布、無臭ニンニク、それからしいたけ、はい、こちらでございます。ペプチド栄養スクープ、はい、赤ちゃんから飲めるように天然素材と自然製法にこだわりましたというこの出汁なんですね。こちらを入れたいと思います。大さじ1杯。でこんな風に粉状になってますんでね、この出汁もそのまま取れるわけです、栄養としてね。はい、はい、入れました。椎茸も丸ごとです。だし柄も出ないという。はい、で次にですね、ひろちゃんが去年作っといたこのトマトですね。トマトソースを一瓶入れたいと思います。これはね、トマトが安い時にいっぱい買ってきておいてね、
こうやって瓶詰めにしてね、真空パックにするとね、あの常温で保管ができるんですね。はい。で入れたので、ちょっと底と中をちょっとひっくり返したいんですけど、なかなかひっくり返せない。ひっくり返しながら、はい、だしと今トマトソースが入りました。トマトをね、ケチャップでもいいと思いますよ。あ、それからトマトの水煮缶でもいいと思います。はい、入れるときっと美味しくなって、あとは野菜のこの旨味ですね。はい、きゅうりちゃんも煮ちゃうよ、こうやってね。まあ、ズッキーニと思って食べればいいんじゃないかな。はい、あとここにですね、冷凍しておいた冷凍しておいた玉ねぎとか、あとごぼうちゃんもあったので、あと人参の切れ端、これもね、なんと入れちゃいます。キャー、すごい量です。はい、そしてまたもや中火でコトコト煮たいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ではまた5分経ちましたので、トマトソースを入れて5分炊いたんですけど、5分経ちましたので味見をしてみたいと思います。こういう感じですね。野菜からたっぷりスープが出てますね。味見をしてみます。いい感じですね。でここにですね、ひろちゃんはあのバジルとね、菜種油を入れたのをちょっとこのくらい隠し味で入れて、ね、こうやってバジルも刻んでおきますとちょっと使えます。いい香り、もう大さじ1つ、はい、入れたいと思います。混ぜ、はい。鍋にはですね、スープ作りたいと思います。先ほどのね、こちらの栄養スープの出汁をですね、半分入れまして、大さじ半分、はい、沸騰してきましたね。そしたら冷凍庫に残っていたネギに、あとそうだ、人参の葉っぱはこっちに入れます。こっち人参の葉っぱは先ほどの、こっちって分かんないか人参も、まあ入れちゃおう、全部入れちゃえ。はい、で野菜、取れたつるむらさきを、はい、入れます。はい、これで野菜スープは出来上がるかな。お味噌を入れると味噌汁になるし、これであのお塩だけ入れると、まあスープになりますね。どっちにしようかな、まあ、お塩入れてみようかな。それくらいの量だと、小さじ1杯ぐらい。はい、でひと煮立ちしたら出来上がりです。はい、ラタトゥーユの方もいい感じに出来上がってまいりました。はい、隣のスープもね、美味しくなーれって言うと美味しくなると思うよもうね、余ってる野菜全部入れちゃえ。そして畑で採れたつるむらさきもニラも入れちゃえということで、はい、
これでもうねほぼ完成でございます。あとは盛り付けたいと思います。はい、それでは8月19日、ひろちゃん農園で採れた野菜を使って、いろいろ作りました。こちらがラタトゥーユ、こちらがそうめん風、ジャンボキュウリ、そしてこれは、冷凍野菜とつるむらさきのスープ、これはモロキュウですね、はい、モロキュウ。こちらのソースはお味噌とマヨネーズで和えました。では食べたいと思います。いただきます。なんか食べてるところを映すのは初めてかもしれませんいただきます。はい、こちらが冷凍野菜とつるむらさきのスープですね、ひろちゃんが作った、梅干しも入れてみました。梅干しを崩しながら食べたいと思います。味付けはだしと塩だけですね。はい、じゃあいただきます。どんな感じかな。梅干し、やっぱ梅干しいいですね、暑い日はね、本当に。あ、おいしい。あ、なるほどなるほど。うん、あの梅干しの酸っぱさと、それからこの野菜の優しい出汁が出てます。うん、うん、おいしいネギもこうやってこのぐらいの大きさにカットして冷凍しとくんですよ。うん、うん、あとあれかな、一番初めこの簡単に作れるモロキュウはどうでしょうか。ほら、味噌とマヨネーズね。うん、おいしい。日本酒が飲みたくなりますダメダメ、今は昼間だ、飲んじゃダメキュウリも取ったばっかだから美味しい、みずみずしいね。うん、はい、で次ラタトゥーユ、まずスープから。おいしいおいしい、いいお出汁が出てますね。うん、トマトの酸味と、うん、とてもよく合ってますね。うん、きゅうりですジャンボきゅうりです。はいはいはい、ほらこんな感じでそのまま形が残ってますね。一口でいけるか。でもこれを食べちゃったら、あれだな、喋れなくなっちゃうな。難しいな、食レポって。大きさ考えて口の中に入れないとね。うん。ね、どうでしょう。このぐらいなら喋れるかな。うん。うん。キュウリって言われなきゃキュウリ、わかんないと思う。これ多分、なんだろう、この大きな売り。うん。おいしい。それから人参、ちっちゃかった人参、間引きした人参、うん、おいしい。あとナスね。おー、ナス、ナス、ナスいっぱい取れたね。いっぱいでもないか、4本ぐらいか。うん、赤い。暑いけど美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。うまい、最高だね。生姜があれば生姜も入れるともっと美味しくなるかな。またきゅうりいきます。うん、
噛み応えも十分ですね。うん、美味しい。はい、トマトちゃんね、煮るとこういう風にちっちゃくなる。うん、美味しい美味しい。まあ後半ね、このラタトゥイユね、あの冷蔵庫に残って冷凍庫に残ってたごぼうの千切りとかね、いろいろ入れちゃったんですけど、ごぼうからもね、いい出汁が出てますね。うん、美味しい。うん、あ、ピーマンもあった。ピーマンも食べてみよう。これピーマン、うん、美味しいです。うん、まあ隠し味に味噌とか、あとバジルソースも入れてみたので、あとひろちゃんが作ってた去年のね、トマトソース、うん、ああいうのも入れていいと思います。じゃあ次、そうめん風、これですね。じゃん、食べれるのかこれこんなに作ったのはいいけれど食べれるか。味付けはシンプルに、オイルと、オイルと鰹節と醤油ですね。はい、でこれをこうやって混ぜ混ぜね、こうやって混ぜ混ぜして、やっぱちょっとね、時間置いたから水分結構出てますね。はい、どんな感じ。うん、さっぱり。なんか、うん、これならこんだけ食べても罪悪感ないような気がしませんかきゅうりだからいいよね。美味しいです。庭でやっと採れたズッキーニ、うん、美味しい。うん、美味しい。うん、うまい。美味しいよ。こうやってね、混ぜ混ぜ混ぜして、こうやって、うん、うん、うん、とっても美味しいです。皆さんもぜひ作ってみてください。うん、噛み応えもあって、うん、満腹感もいられていいんじゃないかな。うん、止まらないねでは皆さん、またひろちゃんの料理教室、時間があったらどうぞご覧ください。じゃあね、バイバイ。あ、チャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。